はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、来るものは拒まずお送りします。パーカッションのワークショップです。高文がお送りします。よろしくお願いします。まあ、この花本で言うと、ちょうどこの DG マークがあるところが花本の中心なわけだが、別にここ叩いてもいいですよ。ただここ叩くと、こう動きがものすごく大きくなってしまいますっていうのと、花本ってこのね、あの中心を叩くと響きがなくなった音になるんですね。ドドドドみたいな。対してこの辺叩くとブンっていうな。こっちの方が耳で聞いた時に豊かに聞こえる。自分でね、ご自身の花本叩き比べてみてください。だから演奏上の都合、この動きのロスをなくすという上でも真ん中を叩く必要性はないし、音の面でも実は現代の花本っていうのはだいたいこの辺りがねスイートスポットになってるから、だいたい自分の、手首とかこの辺りがこの上の縁にかかるぐらいで叩いてあげれば十分なベースが鳴らせるはずです。多少ね微調整して、まあおっしゃるようにね、手をこう、まあ、こう、まあ、クロスさせるのも、これ同時に叩けないから、僕的には却下なんですけれども、まあ、こうやりたければこうやってもいいっていう感じです。はい。基本的にその、全部この状態を同じ、で叩けた方が、いいし、こうこういう前傾になると腰に負担がかかりやすくなりますから、こんなに手を入れる必要性はないっていうことですね。はい、アルシマさん、ど真ん中が低音のスイートスポットかと思ってました。あ、やっぱそうなんだ。そうですか。それって、あ、ちなみになんで思ったんですか。それ逆に聞きたいな。あ、他にいます、そういう人。真ん中を叩くもんだと思ってたっていう方います。攻めてるんじゃなくて、シンプルな疑問として、なぜここを叩くと低音が出ると思ったのかが知りたい。響き線の音が邪魔に感じるんです。真ん中だと響き線の音がうるさいから低音がよく聞こえる気がする。あ、なるほど。それはそもそも花本のタイプにもよりますね。この響き線のタイプか弦のタイプかによってもこのバズの乗り具合が違ってきますので、そもそもこの花本の作りによってはこのベースの音にズっていうバズ音が乗ることを良しとして作ってる花本もありますから、その場合はね、そういう何ベースの音にバズが乗らないタイプの花本を選んだ方が実は早かったりします。はい。そもそもその花本によってどういう音を出したいかっていう前提が違うから、実はこの低音にはバズ乗せてほしくないんだけどっていう場合は、そういう花本もありますから、そういう花本を選んだ方がいいですね。